雨が降り始めています。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セパ交流戦、広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、野球やってて楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。まずはカープの先発タイラー、マツダスタジアムのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。ファイターズの攻撃、バッターはヨウ。さあ今日は雨が降る中でのプレーボールとなりました。これはすっぽ抜けました。アウトロー外れます。これは決まった。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました。ライン際フェア、フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。見事なツーベースヒット、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。続くバッターは中島。得点圏にランナーを置いて初回からピンチを迎えますカープ。小宮山さん、初回からピンチを招いてバントしました。ファーストが取る。三塁タッチはアウト。送りバントは失敗です。ワンアウトランナー一塁となり、1回の裏、これからカープの攻撃が始まります。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドに上がるのは先発のキサヌ。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。シン入ります。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね。今日はその好調な打線にも注目しましょう。高め、際どいコース決まっています。あっという間に2ストライクです。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー高。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはキサヌ。ここまで5勝をマークしています。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。見送ります。
く見ています。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには5番石川。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。カープの先発はタイラー。打った、三遊間抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打席には6番バッター稲葉。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャータイラー、今シーズンプロの仲間入りを果たしました。いや小宮山さん、緊張感漂ってますね。プレッシャーはあると思いますけど、早く落ち着きたいですよね。ええ、そうですよね。低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライクです。痛烈、ファウルになります。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー、ランナーいなくなりました。バッターは久野。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、バッターボックス稲葉、今日はまだ当たりがありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。
ボールになります。ボール先行です。インコース決めてきた。これで3アウト、試合終了になりました。カープ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームスタジアム広島から失礼いたします。